こんにちは、オカリナ奏者のミルトです。いつもフケルンを使ってくださいまして本当にありがとうございます。この動画は楽器のメーカー種類別に使い方を細かく解説した動画となります。そして今回は、オカリナの定番であるアケタオカリナのアルト C、まあ、メーカーで言えば 5C となりますねの、簡単な使い方の設定の説明となります。本格的にアケタのオカリナでその弱音効果を本領発揮して使いたい、細かい気遣いもトレーニングして上手になっていきたいっていうような方はこちらの動画ではなく、また別のアケタ 5C 用の中級者向けの、設定をしてある動画というのがあります。そちらの方をご覧ください。今回はですね、あくまでも簡単に分かりやすく、そして息のコントロールができない初心者でも使えるとといった使い方になります。そちらの方に焦点を当てております。では説明していきたいと思います。フケルンね、届いたらこういう箱で届いてくると思うんですけども、まずこれをスーッと開けていただきますと、このようにいろいろ入ってます。初心者設定として使う箱に初期設定済みフケルンというのがあります。これをそのまま取り出していただきまして、あとは使わないです。中級者向けではね、ほぼ全部使うんですけれども、初心者設定ではとにかく分かりやすくをコンセプトにしますので、こうなってます。初期設定では中にここ、これねプラスチックなんですが、白い中線が入っています。そしてここのメモリの間に白いポッチが来ていて、少しだけここ穴が開いてるの見えますかね。こうなってます。これちなみに6分の0、6分の1、6分の2、6分の3、6分の4、6分の5、6分の6というふうなメモリの見方になります。まあ、6個ね線を入れてもよかったんですけど、ちょっとごちゃごちゃするので3本にしておきました。間で1ということになります。今6分の1になってるわけですね。はい、でこれをですね、どう使うかというと、こちら開けたオカリナ 5C ですね。まあこういう音量になりますけれども、これにつけます。つけるときちょっとね、この辺でこんな感じで押し込んであげるといいと思います。であんまり強く奥まで押し込みすぎるとプラスチックに当たってしまって、吹き口が傷つく可能性があるので、そこは注意してください。あと逆に浅すぎるともう隙間がガバガバで、かなり隙間息が漏れて大変なことになりますので、どちらも注意していきましょう。しっかりね、ある程度しっかり入れるんだけど、まあそこそこのところで止めるっていうね、はい、こんな感じです。まあ、簡易設定では完璧に密閉してなくても、まあ、ざっくりと使うっていうコンセプトですね。多少隙間にしてもいいのかなというふうには思います。ただあんまり隙間空いてると、そこから空気と一緒に水滴が、その水分を帯びた空気、息がですね通りますから、そこで水滴が溜まってどん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 これが取れやすくなっていくんですね。ですので、まあ、なるべく隙間ないに越したことはないです。まあ、このようにつけました。つけたらこんな感じで小さくなったの分かりますか。もう一回外して、でもう一回つける。でも上の方の音ちょっと鳴ってないなって思いましたね。はい、開けたの場合はなんか高い音が苦しいなってなった場合にどうするかというと、まあ、クイックスタートガイドにも書いてあるんですが、実はここ回転するとですね、このように穴の開き具合が変わるんですよ。これによって微調整できます。今6分の1というこの間のここの部分だったんですが、これをさらにこうスーッとこの辺まで持っていっちゃう。6分の1、わずかに隙間空いてます。この状態でもう一回使ってみる。ドリマソラシドレぐらいまでね、ちゃんと音が出てたと思います。で、ミーファーがなんかちょっと、なんか苦しそうだなみたいな感じになったと思います。実際吹いててちょっと苦しいんですね、これね。高い、この簡単設定では高い方の音はちょっと苦しくなります。どうしても分かりやすさを重視しているので、そういった問題の解決が、を二の次にしてるんですね。その辺が嫌だと、ちゃんとしたものがいいっていう人はこの動画のこの簡単設定の方ではなくて、初心者向け設定の方ではなくて、吹けるを本領発揮している中級者設定での動画を見て設定をして、そして活用してみてください。あくまでも簡単に使いたい人、あと息がコントロールができないっていうような人
の場合ですね、はい、このように。でちなみにですね、逆にものすごく普段から息強く入れる人って全然ちっちゃくなってないじゃないかって感じる人もいると思うんです。そういう場合は逆に、さっきここでしたね、これを少しこう開いていくんですね。こんな感じですると、もうちょっとかな、こんな風に。ただ開けば開くほど高い音は苦しくなってます。もうミーファー出にくいですね。でもある程度この辺りはちっちゃくなってますね。まあこんな感じです。まあ本当はですね、強く息を入れたいから開くとかね、弱く息入れたいから閉じるとかっていうのは、楽器を習得するっていう点ではあんまり良くないので、僕はおすすめはしてないんですけれど、あくまでも本当は楽器に対して入れるべき息の量っていうのは決まってますので、自分がそれに合わせるっていうのが本当は大事なんですが、まあまだね、指使いが優先ですと。息遣いも大事かもしれないけど、ファのシャープのやり方が分かりませんっていうね、というような場合もあると思います。そういう場合はとりあえず自分の息の強さに合った形でちょっとここだけ回転して微調整していただいて、そしてまあ練習をしてもらう。そしてある程度慣れてきたら、この動画ではなくもう一個の開けた 5C 用の動画、中級者設定用の動画をご覧いただいて、フケルンの本領を発揮していただく。すると自然に息の使い方っていうのをマスターして上達していきますので、ぜひそういう感じでステップアップしていってください。はい、以上でこの簡単設定での使い方となります。で最後にですね、結構思ってる以上に人間の息というのは水分含んでますので水滴が溜まります。でまあ普通にティッシュで拭いていただいたりとか綿棒で取ってもらってもいいんですけれども、僕がおすすめしてるのは、ある程度したらこうここを押さえてシーってこう息を入れて唾を飛ばしてあげてっていう風にして、またすぐ使うで、10分20分ともっともっと長い時間使うようになってきたらですね、一回外してもらって、まあ10分20分ぐらいあれかな、 もっと30分とか1時間とかね、長くなってきたら一回外してちゃんと水滴を取るなりで、理想は一回洗って、いろいろね衛生面の問題もありますので、一回洗剤つけてもいいと思います。洗っていただいて、でドライヤーで乾かしてみてください。するとですね、すごいベタベタしてくるんですよ。本来のこの素材のそのベタつきなんですね。そうするとベタベタしてきたら、ここがキュッとしっかりくっつくようになります。サラサラして取れちゃうより絶対ね、しっかりくっつく方がいいですから、なんかだんだん粘着性がなくなってきたなと思ったら、洗ってドライヤーで乾かすとホコリがつかない状態で乾かせますから、ベストとなります。はい、こんな感じです。ぜひフケルンを使って、楽しいオカリナライフを送ってください。ありがとうございました。